実況配信じゃない天使のユートピア公演の話がしたくてショールームしました。皆さんの実況生配信のコメント見て実況生配信って言っちゃった。ありがとうございました。新 YNN さんの実況生配信も見てくださって、もうずっと今まで実況も楽しみに見てた側やったからすごく緊張したんですけど、責任もすごく感じてました。でも楽しかったです。ちゃんと実況できてたかな。いやー、天使のユートピア公演皆さん見ましたか？私のお気に若田のお気に入り曲、お気に入り曲、もう神曲多すぎて選べへんけど、でもアワーストーリーはほんまにめちゃくちゃ好きで何回も聴きたくなるね。でもホームとかもめっちゃエモくて、あれは泣けるよね。皆さんは何が良かったですかね。友達のアレンジやばいよね。あれはほんまに多分1期生から応援してくださってる方とかやったりほんまに泣いちゃうよね。ね、ほんまに全曲神曲すぎてやばい。もう皆さんと一緒にコールしたい。ごめんなさい、くしゃみ出そう。そう、イントロで皆さん気づきました？ホーム、いやほんまに歴史的瞬間。シンシンさんとミカーナさんのあのユニットやばくないですか？あれやほんまにもう初めて見たのがあのゲネプロだったんですけど、それまで結構静かにこう見てたんですけど、その瞬間隣にいたユカに「ちょやばいってやばいって」って二人で顔を見合わせてしまったぐらいには衝撃的でした。そう中そう最後にね、もうやばいよね。あれはちょっと本当アミタンとか見てはいけない。でもほんまになんかあの二人やからできるユニットやなと思って、すごいね。え、そう木下桃花さんが作詞してくださったみたいで、確かに桃花さんやってなりました。手錠、そうね、それもすごいよね。手錠でなんか途中でこう変えてるの見ました。お互いに自分の手錠を相手につけてみたいな、最後こうやって踊ってて、いやーすごい、あれをちゃんとあのつけれるのもすごいなと思って。すごいほんまに、ね、いや11でしたね。あれはほんまに可愛い。もう衣装も全部新衣装で全部可愛くて、曲もめっちゃ、ね、全部いい曲で、歌詞じゃん。ダンスもやっぱアキラ先生のダンスだからこそ、なんかこうなんだろう、意味のある振りというか、全部にこうなんだろう、思いが込められてるダンスの振りで、なんかもう一回ちゃんとゆっくりも一曲を何十回も見て、なんかこうここはこの振りなんやとかをちょっともう一回見たいなって思って、ちょっと今日の12時が楽しみです。12時過ぎるのが楽しみ。かりんさんのソロ曲もすごかったですね。
かっこよすぎて、歌がもう何より上手すぎて、かりんさんの歌声がほんまに大好きなんですよ。あれを一曲聴けるのはだいぶね、もうすごい、もうあの一曲だけを見に来るでもいいぐらいなのに、もうそれ以上になんか何すごすぎて、もう目が足りないですね。満たされますね本当に。あの公演はもうなんかよりわすごいみたいな、終わった後のなんか余韻じゃないけど、なんやろ、なんかもうあ終わったって現実世界に引き戻されました。そう、さやかさんが作詞作曲してくださった曲もあって、いや本当でもちょっともう一回見たいですちゃんとやっぱね、あのゲネプロと今日の公演で2回この公演見させていただいたんですけど、ゲネプロはこうなんだろう、客席から見て客観的に見て見たのと、 DMM 配信でこう寄りで見るのでは全然また見え方が違って、そうだから皆さんもぜひ劇場公演で、今日劇場公演入れなかった方も見ていただきたいです。もうなんか楽しい、二度楽しめます若もいつかね出たいので頑張ります。出るには選抜メンバーに入らないといけないので、そう選抜メンバーしか出れない特別公演なんですよ。ダンスとかもめっちゃ揃ってて、めっちゃ難しい振りやのに、それもほんまにすごいなって。しかもなんかダンスが上手いだけじゃなくて、表現力とかもほんまに皆さんすごくて、レア公演ですねえ、レイポンの歌い出しもかっこよかった。もうレイポンほんまにすごすぎて、あのペペロンチーノペロリン、君はエイリアンか、レイポン可愛すぎてみなさんは何の曲が好きでした？ねえ、アンコールの僕以外の誰かのアーノンさんセンターもすごい迫力がすごくて、アーノンさんセンターやーってなりましたね。公演でやってたのが多分あの夢は逃げない公演以来だったのかな。だから皆さん夢逃げ公演に行かれてた方はめっちゃエモかったんじゃないですかなんか若も見てて行ってた時のこと思い出しました。めっちゃほんと歌詞をもう一回見返して、こういう曲なんやっていうのを頭に入れてもう一回見たいですね。ほんまにもう今日めっちゃ思いました。歴史的瞬間に立ち会えて嬉しかったです、ね、天使のユートピア、この振りありましたね。ここにだって天使はいる公園の、こんばんは、こんばんはもうほんまに同じ曲で踊ってて、振りもめちゃくちゃ揃ってるのに、こうなんやろ、表現力、表情とかが
本当に一人一人なんか見せ方がいろいろあって、わあほんまにすごいなって、先輩メンバーさん皆さんすごいなって、もうずっと何やろ 120%、 もうそれ 100% 以上の力がもう1曲目から最後までずっと途切れることなく踊られてて、もうほんまになんか あすごいって、もうなんかすごいしか言葉が出てこないぐらい、なんかあ自分もっと頑張らなって思いました。本当に NMB を知らない方にも見ていただきたいですね。ほんまに神公演だよ。ねえ、そう3曲目、オープニングの3曲目から衣装チェンジもあって、もうやばいですだね。セクシーでしたね、めっちゃ。おつっちゃん食べてありがとう。布の面積少なかったね。ねえ、後半衣装もね、さやかさんの卒業コンサートの白い衣装をリメイクされたって聞いて、すごいってなりました。なんか羽もついてて、ネームビーの衣装ほんまに大好きすぎて、ね、ほんまになんかこだわりが詰まってて、なんかその衣装をもっと近くで見たいなって思いました。一つ一つ NMB のライブでカップルや夫婦子供連れで来る人っていますか？いますよ。公演とかもよく来てくださったりとか、いろいろいますよ。皆さんぜひ連れてきてください。ご家族の方とか友達とかね、え蛇柄もすごい、新衣装キラキラしてた。なんかめっちゃ頭に残る曲が多くて、鼻歌とか歌っちゃう。今日も実況配信終わった後気づいたらなんか鼻歌ふんふんって言ってて、あやばいめっちゃ頭に残ってると思って。あきら先生は厳しいですか？厳しくもあり優しいです。本当にもう改めてあきら先生ほんまにすごいなって思いました。もう尊敬の気持ちが、今もずっと今までも尊敬してたんですけど、今日の公演を見てほんまになんか、あほんまにすごい方なんやって思いましたね。そう愛のある厳しさ、そう1期生の1期生からこうずっと1期生さんの時からいるあきら先生がこの公演の振りを作ってくださってて、なんかこうストーリー性が一つ一つにあって、ねえ、アイドルになる前ダンス習ってましたか？ダンス習ってはないんですけど、ダンス部には入ってました高校で、だから全然上手ではないです。でも私は全然なんだろう、まだまだその何、今日の公演に出られた方
の方がもっとこの何その曲一つ一つのストーリーとか歌詞の意味とかもいろいろ詳しいと思うので、私はあの客観的に見た意見しか言えないんですけど、そう皆さんと同じでオタクの気持ちで見てました。でもなんかまた一つ頑張ろうって思いましたね、今日の公演を見て。やっぱ劇場公演がめっちゃ好きやからこそ、あの上公演にいつか出たいなって目標が一つまたできました。でもほんまにあの1曲目のアワーストーリーをそのゲネプロの時に見てて、あのユイナさんの表情がなんかもう刺さりすぎて涙が出てきて、そうほんまになんかユイナさんの笑顔を想像して作られたっていうのがほんまにもうめちゃくちゃ確かにって伝わるくらいもうすっごいキラキラ輝かれてて泣いちゃいましたね。もう皆さんほんまに笑顔がもうキラキラしてる笑顔でもう楽しいみたいな、はぁってなりました。もうあもう好きや NMB ってなりましたね、ほんまに。こんな素敵なグループに入れて幸せです、私は。ね、ゆいなさん電気切れてたけど久しぶりに見れましたね。20分になったら教えてください。ルームスの配信20分からって言っちゃった。なんかほんまに一人一人のあの推しカメラ欲しいです。13人の皆さんの推しカメラで一人一人全部見たい。目が足りなすぎて。あもうあと10秒お。じゃああれ11時20分になってた、嘘そマジ20分10時20分です。ごめん10時20分です、今からします。やばい訂正しなきゃ。じゃあランキング見ます。ごめんなさい。13位コロワンさんありがとうございます。12位ディアズさんありがとうございます。11位チキンナンバさんありがとうございます。10位カタヤンさんありがとうございます。9位ワタルくんありがとうございます。8位ケイタンさんありがとうございます。7位じゅんいちありがとうございます。6位ひよこさんありがとうございます。5位さかぐちゃんありがとうございます。4位ちゃんしもさんありがとうございます。3位りょうこちゃんありがとうございます。第2位けんちゃんありがとうございます。そして第1位はドゥルルルドゥンつっちゃんありがとうございます。ありがとう皆さんありがとうございました。ちょっと短かったんですけど、この後はルームス配信するので皆さんよかったらルームスでお待ちしています。待ってます。この後もちょっと今日の感想をいっぱい語りたいと思うので皆さんよかったらお待ちしています。今来てくださった皆さんごめんなさい、また見に来てください。すぐ始めます。ありがとうございました。またね、ありがとう。ツイッターちょっと訂正します今から。
ツイッター訂正して始めます。ありがとうございました。